公聴会の報告もなされていないんです。何にもやらずに人を呼んで公示せよとやって、それを踏まえてまた審議するのが国会じゃないですか。でも向こうの与党が言った締めくくり総括2時間ですらやりませんでした。やりませんでした。全くひどい採決、てか強行で採決では認めない、採決は無効だ、やり直せ。今衆議院では内閣不信任案が出て討論をやっております。もう延々やってくれという感じですが、その後おそらく参議院で河野池委員長のこの解任不信任が議論になります。それも延々やりたいです。そして戦争法案の審議が、明日日をまたいでまた延々と始まるかもしれません。だから皆さんに言いたいです。1秒1秒、1分1分、1時間1時間、私たちは声を上げて戦争法案廃案へ、戦争法案反対の声を国会の中と外と連携して声を上げていきましょう。皆さん、実はもっととっくの昔に実は強行採決されていた可能性もあるんです。地方公聴会ようやく入りました。そして地方公聴会の後、実は委員長が勝手に6時から8時まで締めくくり総括を入れていました。その時に採決があったかもしれないんです。でもずっと今まで引っ張ってきました。なぜ可能だったのか、それは皆さんが国民が、皆さんお一人お一人がこの国会の周りで包囲網を作って声を上げてくださっているからです。大変励みになります。私たちが地方公聴会で新横浜に行った時もたくさんの人たちが戦争法案反対の声を上げていました。結局ホテルから出れなくて国会議員パッチ外して歩いてくださいと言われました。どういうことか、与党議員もみんなこれだけみんなが反対をしてやってきてるということが分かっているんです。皆さん、憲法破壊の、憲法無視の、憲法を踏みにじる、自由と民主主義を制限していくこの内閣をどんなことがあっても許してはなりません。私たちはこんな内閣許さない、この立場で頑張っていきましょう。そして皆さん、憲法がありながら違憲の法律を作ったあのナチスドイツがワイマール憲法下で国家受験法を作り、基本的人権を内閣限りで制限をして暴虐の限りを尽くしていきました。その時 SS 親衛隊の人たちがドイツ帝国議会を囲みます。ドイツ社民党も反対討論して生きて国会の外に出られるかと思ったと言われています。それとこの日本の状況は違います。何が違うのか、それは人々が、法案に反対する人々が国会に来ているからです。皆さん、安倍内閣は国民の声を恐れています。人々を恐れています。だから連休前に採決をしたいんです。知れば知るほど反対が広がることを恐れています。だったら私たちは声を上げていこうではありません。